主婦に降りかかる子供の結婚、夫の失業、そして浪費家の姑。お安いご用よ。お安くないじゃん。よし、お金の問題に立ち向かえ。あなたの明日を元気にする最強コメディ。なんとかなるから絶対。老後の資金がありません。マジか。絶賛公開中の映画老後の資金がありません、メイキングシーンを特別に公開しちゃいます。映画老後の資金がありません公開記念ナビメイキング編。パートをしながら後藤家の家計を切り盛りするごく普通の主婦敦子を演じるのは天海祐希。とても楽しい撮影でした。皆さんがちょっとクスッと笑って、ちょっとほろっとして、そしていろんな自分のこれからの人生をいろいろ考えていただけるような映画になるといいなと思っています。勤めていた会社が倒産、家のことは全て妻任せ。どこか頼りない夫アキラを演じたのは松重豊。年齢に伴う話題的にも非常に近しいものがありまして、天海さんと夫婦っていうのはなんかありだなということを、楽しく無双する、一月でしたね。それにしてもおでんいっぱい作ったね。言っとくわ、これから3日間ずっとおでんだから。俺おでん大好き。松重さんだったからできたいろんなことがあったし、あとは松重さんご一緒させていただけてたからちょっと乗り越えられたこととかもあったし、ご自分の経験のこととか話を聞かせていただいたり、とってもいい時間を本当に過ごさせていただきました。本当に夫婦っていう役をやるのはやっぱり同僚とか仲間とか恋人とかとも違うし、あるやっぱり空気感っていうのはどんな夫婦を演じるにしろ出さなきゃいけないんで、この後藤家の2人に関してはね、お金はないんですけども、どうやら夫婦の絆はなかなかあるみたいなんで、そこは本当に天海さんとコミュニケーションをとってキャッチボールができたんじゃないかなとは思います。そんな夫婦役の2人の相性の良さが垣間見えるのがこちらのシーン。ちくわもう一本食べちゃっていい？どうぞ。実はこのシーン、松重さんは演技をしながらカメラを回していました。ちくわもう一本食べちゃっていい？どうぞ。オッケー。素晴らしい。よかった。老舗の和菓子屋の元おかみで家計に無頓着な後藤家の姑、吉野を演じるのは草笛光子。サパッとさがやっぱり嫁、ああいう嫁だったらいいなと思いますよね。それだし、とってもね、気を使ってくださる人で、本当に私、ホストとかこっちですとかね、アホですとかって全部やってくださってるから、本当に私は身を委ねてやりました。巷で話題の老後資金2000万円問題に普通の主婦が立ち向かう。娘の派手婚、夫の失業、姑の浪費を乗り越え、果たして後藤敦子はハッピーな未来をつかむことができるのでしょうか。ぜひ劇場でお楽しみください。絶賛公開中。